タカさん、まず初日ね、一走終えられてですけど、体の面ちょっと不安がありますけど、どうでした？なんとも言えない感じですかね。やっぱりいい時と比べると、その全然そうです、はい、さあ5月くらいからずっと良かったり悪かったり、なんとも思います。そこはパリットマンちょっとね、その体調を崩したりとか、まあ、影響がね、あの原因というか、はい、はっきりあるんでしょうけど、まあ、にしてもちょっと弱いですね、気持ち面で。ちょっとその本当に勝負事だから流れがこう、まあ、向かないというのが続くと、はい、まあ、しゃあないですね、こればっかりは乗り越えていくしか。でそのお祓いに行ってきてというのもちょっと気分転換というか、まあ、新車来たんで、新車いつもお祓い行ってるんで、あ、そういうのがあって、はい、それもついでで、はい、で、あとはその新車との感覚を、そうですね、実験が、はい、出れば、良さそうな感じなんで、まあ、大きくこことその後の、まあ、郷土杯とか熊本記念がね、まあ、そうですね、どんどん控えてるので、はい、大事なの続くんで、まあ、一気には良くならないと思うんで、はい、ちょっとずつ良くなれば、まずここでしっかり掴んで繋げていければという、ね、はい、その兆しはありそうですか？まあ、あるかわかんないですけど、見つけれたらいいかも、ちょっとね、今の形では難しいところがあるから、残りの3走目大事に走ってほしいなと思います。はい、頑張って。ありがとうございました。